さーて、この都市はどうなってるんだ？一体この都市はどうなってるんでしょうか？すごく疑問がたくさんありますよ。さあ、今日も行きましょうか。わっすいだす。こちら都市1060なんですけど、1060なんですけど、組織が奪われましたということですよ。はい、組織が奪われましたと。びっくりしますよね、本当に。どうなってるんだと。僕はね、今最初に見せた通りここにいるんすよ。僕はね、ここにいますよ。そして名前のとこにね、 KFC って書いてあるじゃないですか。僕はね、あれ、組織奪われたんじゃないの、組織奪われたんじゃないのと思うじゃないですか。奪われてないんですよ、僕は。うん、そんな間抜けじゃないですからね。はい、そんな間抜けじゃないですよ。最初に言っときますけど、皆さんちゃんといますよ。うん、しかもね、連携取れてるし、みんなで仲間でね、すごく仲間意識高いんでね、本当にイベントもそうだしね、攻めに行く時もそうだし、攻めに相手が来た時もそうだし、連携がね、取れてるんですよ、僕ら。すごく、うん、素晴らしいと思いますよ、めちゃくちゃ。仲間の人とかね。で、活発的だし、もういろいろとね、いい面が多いんですよ。で、人数が今ね、70人中、70人いるんですけど、みんながみんなね、ログインしてるんで、全員がね、うん。全員がログインしてるし、まあいいとこだらけっすよ。悪いとこなんてないんじゃないかな。悪いところを探そうと思う方が難しいね。ここの都市1060の KFC で、その他の都市782とかもね、 KFC あるんですけど、そこもね、連携取れてるんで、すごく素晴らしいですよ、めちゃくちゃ。うん、攻めに行く時とかもね、めちゃくちゃいいと思うんですよ。うん、すっごいね、うわーいってね、楽しくやれてる。組織ってね、大体そういうもんだと思うんですよ。で、他にも、拠点がね、他の別の場所にも作りましたと、こちらの方にもね、仲間の人がいるわけなんですよ。うん。たくさんね、こっちにも、いますよと。そして、これ第4拠点なんですけど、第3拠点の方もね、近くにね、あるんですよ。近くにね、あるわけなんですよ。第3拠点もね。こちら。で、こちらの方にもいますよと。点々バラバラでね、ちょっと資源がこっちの方が取りやすくて、いいかなと。稼働率高くないですか？みんな結構。うん。稼働率がね、高いわけなんですよ。で、そこで、今回ね、サムネにもあった通り、組織が奪われたってやったんですけど、僕じゃないですよ。うん。もうそんなおまぬけさんじゃないですからね、僕は。全く組織が奪われてなんて、あのギャグですよ、ギャグ。本当にギャグですよって言うけど、実際になんかね、取られたらしいですよ。あげたのか取られたのかよくわからんすけど、詳細はね、うん、直接本人から聞いたわけじゃないんでわかんないですけど、また聞きなんでね、うん、情報が入ってきたやつなんで、実際のところね、どういう風なのかわかんないですけど、アホやなと笑いもんすよ、本当に。組織奪われたって何って。でね、ハッキングとかだったら分かるんですよ。うん。ハッキングとかで、ね、奪われたとかだったら、うわ、それやばいじゃんってなるじゃないですか。ね。ハッカーにやられたとかだったら、やばいじゃんと思うじゃないですか。ね。だけどまた違うんですよ、全然。アホなんですよ、ただの。聞いとったら。ただのアホ。マジでアホ。マヌケなんすよ、そいつ。マジでね、笑っちゃうけど、最初にもう笑っちゃっていいっすよ。笑う準備しちゃってもいいと思いますよ。奪われた言っとるけど、よう聞いたらね、マジでアホ。で、どこが奪われたかというと、座標がね、あったかな？取ってないの？場所がね、こっちの方だったんですよ、確か。ここじゃないね。ここじゃないね。どこやったっけな？この辺にあるんですよ、確か。一回聞いて、どこにいますかって言ってね、そいつ。うん。奪ったやつが、どこにいるか聞いたんですよ。あ、タスさん。タスさんいます。はい。
タスさんめちゃくちゃかっこいいでしょ。え、もう GF2 じゃないですか、しかも。やばいね。2ヶ月ぐらいじゃないの ?2 ヶ月ぐらいで GF2 までいっております。タスさんやばいね。めちゃめちゃかっこいいしね。すごいじゃん。まあちょっと通り道にね、タスさんいたんで。うん。かっこいいね、めちゃくちゃ。どこだったっけな、なんかこの辺にね、おったんですよ。奪ったやつがね、この辺に確かね、1回だけしか見てないもんね、座標。どこだったかな、あ、これかな、これだね。こいつが、こいつがね、奪ったらしいですよ。奪ったのかもらったのかわからんけどね、よく。うん。奪ったのかもらった、内容は知らないけど、なんて読むのこれ、北の〇か。なんだこいつ。こいつが取ったらしいですよ、なんかね。うん。何か ご用ですか、何かご用ですかって書いて。なんだこいつは。で、大概ちょっとおかしいやつが多いんだ。笑えるね。これなんなんこれ、強いの。めちゃくちゃ弱いし。めっちゃ弱いし。なんなんこいつ。めちゃめちゃ弱いじゃん、しかも。何これどうしたのこれ。戦闘力 24,482 じゃん。これやばいよ、こいつ。誰かが燃やしとるね。すごいね。で、距離的には、どうだろう、今ね、この辺ぐらいやったら50キロ前後ぐらいかな。うん。50キロ前後ぐらいのとこに、がいますよ。うん。こいつ。すっげえな、マジで。こいつが奪ったって言っとったけど、奪われたやつはね、今見てったらおったんすよ。ここに。うん。ちらっと今見えたんすけど。こいつ、アホやろ。マジで。セリフからしてアホだもんね、これ。ほんとね。間抜けすぎるでしょ。話をね、僕メッセージの方で最初聞いたんすよ。噂っていうよりも情報ね。組織のチャットじゃなくて、メッセージから飛んできて、メンバーさんからね、こういうことがありますよ、こういうことがありますよってね、事件ですよみたいな感じでメッセージめちゃくちゃ来とって、それね。え、なんだろうなと思って。で、いろいろ聞いて、それメッセージで。したらね、まあ、誰かその名前を言うと、こいつに後で何か言われるもんで、ね、何か言われても腹立つもんで、それをね、メンバーさんが。誰かは言わないけど、メンバーさんから聞いて、それで、取られたらしいですよ、とか言ってね、うん。聞いて、はぁと思って、そんなの聞いたことないし、今まで、組織取られたとか、そういうの奪われたとか。で、いろいろ、ゆくゆくなんかね、話を聞いていくうちに、取られたっていうか、こいつ間抜けだから、もうね、会長変わっちゃったらしいんですよ。何の表紙か知らないけど、会長変わっちゃったらしいんですよね。うん。さっきのやつにね、この左の方におった。ここら辺におったやつ。なんか、どこ行った?こいつか、うん。こいつに変わったらしいんですよ。うん。流れ的にはね。え、それで、変わったら、変わってくれなくなった、みたいな感じで。うん。いや、お前、変わるのがアホやろって。間違いなくね。だって、僕も今ね、会長3つやってるんですよ。都市782と、都市824と、都市ここの都市1060。で、合計で3つ会長やってるんですけど、僕ね、変わって言われても変わんないですよ。普通。変わります?会長やってる人って普通。そこが第一にアホやなと。間抜けじゃないかなって。しかもね、今見たらこいつデラめちゃめちゃ弱いでしょ。こんなによく変わりましたね。会長ね。いや、そのメンバーさんが困るんだろうな、思うけどね。そうするとね、うん。取られたはいいけど、ね、そこにいた、じゃあメンバーさんどうなるのっていう話なんですよ。そうするとね。めちゃめちゃ迷惑じゃん、みたいな、そんな。全然会長っぽくないね。そこら辺ね。すごくダメでしょう。これセリフからしてちょっと間抜けだもんな。本当に。だいぶ前からね、思っとったんですよ、これ。このセリフはね。うん。本当に思っとったけど、
プラスアルファ付け加えてちょっとマジ間抜けすぎるだろうみたいな、うん、もうちょっと考えたらと思って思っちゃう。だからかわいそうとかね通り越して間抜けだなと思う。すごい笑いもんすよ結構ね、マジで笑いもんすよ。やばいよねこれちょっと。大丈夫で、この人ね、この人自体に聞いたわけじゃないんですけど、僕のメンバーさんからね、僕がいる組織のメンバーさんから聞いたんですけど、でもこれ時計って書いてあるじゃん、奪われてないじゃん、何言ったんだこれ、どういうこと、理解が若干わからんけど、奪われたって言ってね言っとったけど、治っとるじゃないですかこれ、治ったんだね、まあ、よかったじゃないですか、治ったんだったら。うん、まあ頑張ってくださいよ、取り戻したんだね、じゃあね、なんだかんだね、よかったね、本当に社交の達人だね社交の達人だね、まあせいぜい頑張ってください応援しておりますよまあもう取られんようにしてくださいね取られんように、あ、まあ笑いもんすよマジで、これギャグっすよ、うん、ギャグ、どっからどこが本当のそのまんまの話かわからないけど、だけどね、そういうのはね皆さん気をつけましょう。会長の人はね変わっちゃダメっすよ、うん、知らない人と、うん、絶対ね変わりたいなとか思うはずがないんだよね基本的に、うん、めちゃめちゃ仲いい友達とかだったらいいかもしれんよ、うん、だけど普通に変わってって言われても、あ、いいよじゃあ変わるっていう感じでやると他のねメンバーさんが困っちゃうわけなんですよ、うん、僕だったら今ね最初さっき言ったこちらのね KFC でやってるんですけどね、そうすると僕のね、僕のってより僕たちの組織、うん、KFC があるわけじゃないですか。でそれメンバーさんが全員で70人いますね、その中で70人中の中の1人が僕なんですよ。で残りが69人の方々がいるんですよ。でそれで僕が会長やらせてもらったじゃないですか。でいろいろと権限あるんで会長っていうのは、うん、会長の地位まで、地位までっていうより会長だといろいろできることがあるんですよたくさんね、うん、会長しかできないこととか全ての権限あるわけなんで、それが変わっちゃうと他のね残りの69人の人がね困っちゃうわけなんですよめちゃくちゃ。うん、その他でね変わって、例えば変わってくださいって僕が言われて、誰かねここの仲いい人とかに変わってください言われても、僕はね変わらないですよ、うん、変わったことないしこれからも変わらないですけど、このままね何かあった時、じゃあなんで変わったのって言われたりするし、そういう時に、うん、じゃあなんであの時変わったのって、あの人になんで変わったのって言われてももうね取り返しつかないし、そういうことにはならないとは思うけど、ならないために変わらない、うん、変わりたくないじゃなくてならないために変わらない。だから本当に友達とかだったらいいかもしれんよ、うん、さっき言ったけど友達だったらいいと思う。仲いい友達でよく会ったりしてね、よく会ったりする友達とかだったら信用性ってあるじゃないですかすごくね。で他の人を信用してないわけじゃないけど、そういうのが万が一ね、万が一あったら嫌だからね、お互いもそうだし他の人たちもそうだし嫌だから僕は変わらないっていう感じで、だけど変わらないのを本当はおすすめしますよ、うん、本当おすすめする。もしも会長ね変わってくださいとか言う人になったら、その人はその人で組織を新しく作ってそこで会長やってやればいいと思う、うん、どうしてもね僕は私は絶対に会長になりたいんだだから変わってくれって言っても、ほんなら自分で作れよって話なんですよね組織、うん、まあね今のメンバーさんに言ってるわけじゃないですよ。だけどそういう知らん人がねいきなり来て変わってくれって言うんだったら、いやだったら自分でやった方がいいんじゃないのって、そういう風にね、まあ、言い方もそれぞれあるんだけど、じゃあ自分でね組織作ってやった方がいいんじゃないですかみたいな、やった方がねいいんじゃないですかってそういう感じでね言った方が絶対いいですよ、後々もいいしその方がね、うん、だから僕からしての、うん、全ての人にアドバイス、これから会長をやるとかね組織を作って会長をやるとかねいう形になる人も多いと思うし、今現在会長さんやってる人も多いと思うし、それでね今まで変わって組織取られたらなんだっていうのは、変わったらかんでこれマジで、変わるあんたが悪いって言われるからね最終的に、そんな、うん、だから結局最初ね僕ね一番最初間抜けだなとか言っとったんですけど、マジで間抜け、それはね変わっちゃいかんすよそんな、うん、会社とかでも同じですけどね、うん、実際ね
会社でも同じだけど、会社のは規模がでかいし、うん、それはマジで変わる権限とかもね、そんなボタン1個で変われないからね、あ、書類も必要だし、印鑑も必要だし、まあいろいろ手続きも必要だからね、社長変わるのはね、うん、あれも時期もあるし、ああいうのとはまたちょっとは違うんだけど、同じようなニュアンスですよ、同じようなニュアンス、うん、そこの会社で働いてる人がじゃあどうなるのって、うん、だからそんな簡単に変わっちゃいけませんよという話ですよ。これ途中からマジでガチで僕は注意点というか注意項目、うん、なんだろうね、気をつけた方がいいかなと思うアドバイス、うん、入れてったんで今ね、その辺ね、よかったらぜひね参考にしてみてください。これからね楽しくやるためにはね、自分だけ楽しいじゃなくて、みんながね、自分も楽しいし、みんなも楽しかったら楽しいみたいな感じになるんで、それをね、うん、仲間がね、うん、敵とかあるんで、これね、敵があるじゃないですか、どうしても。このゲームって。マフィアシティって、味方だけじゃなくて、敵もあるんで、そりゃね、全部が全部ね、楽しくないですよ。敵と戦っとったらね、相手なんて、自分のこと、僕のことなんて、嫌いじゃないですか。僕が攻撃すればね、相手に。うん。僕が相手に攻撃すれば、攻撃された相手は、絶対に 100%、もう 100% に近い確率で、僕のことが嫌いになるわけなんですよ。うん。なので、僕はね、いっぱい嫌われとるかもしれん。うん。嫌われとると思う。攻撃しまくっとるもんで。だけど、それがこのゲームの面白いとこだから、これね、戦争ゲームなんで、うん。で、相手も僕のこと嫌いだとしてもね、僕のことに対してガンガン攻撃してきたりとかね、この都市だけじゃなくて、1060だけじゃなくて、他の都市とかでもね、いっぱいあるんで、それはイーブンっすよ。うん。イーブン。それがゲームなんで。なんで、僕ね、この動画で、結構、この動画でというより、マフィアシティ結構配信すると、配信した瞬間ね、僕見てるんですよ。見ててね、予約配信してるけど見てて、そうするとね、2秒とかね、3秒ぐらいでね、低評価結構来るんですよ。バン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 ね、3個も4個も5個も6個も来たりするときあるんですよ。うん、一気にね、2、3秒っすよ。出すだけで。だからそういうとこに攻撃来たりしたりするんですけど、僕はね、別に低評価押されたからって何でもないんですけどね。何ともないんですが、ただ、そういう風に攻撃すると、相手からそうやって嫌だって思われるから、そういう全部が楽しいってわけじゃないよっていう風で、うん。そういう感じっすよ。若干ね、分かりにくいところもあるかもしれないけど、だけど、トータル全てをまとめるんだったら、会長は変わるなっていう話、参考にしてください、これはね。うん。そういう感じ。で、あとは、このゲーム性としてメインは戦争なんでね、これ育成ゲームでもないし、畑のゲームでもないからね、これ。うん、全然。農業のゲームでもないし、これ戦うゲームなんでね、メインが。なんで、戦ってなんぼなんで、まあ、ガンガンね、楽しめたらいいんじゃないかなと思います。はい。でね、戦い方とか、攻略法とか、たくさんね、いろいろね、マフィアシティの中の車とか、バフ上げとか、装備とか、ね、資源の採取法とか、もういろいろ移転の仕方とか、何やら、うわーっとね、僕ね、攻略動画、今までにも出してるんですよ。で、これからも出すんで、それね、もちろんね、参考にしまった方がいいと思います。その辺ね、あまり知識ない方とか、知識あったとしても、ここは知らなかったっていうのがね、多分中にはあると思うんで、その辺はね、ぜひ参考にしてみてください。そのためにはね、チャンネル登録、絶対よろしくお願いします。はい、これね、なんで登録したらいいかというと、僕配信されたら通知とか行くんですよ、パーンって、すぐに。もうすぐにね、あ、これ知りたかったとか、これ知りたかった、あ、こういうのあるんだ、みたいなやつが、中にはあると思うんで、その辺ね、お得かなと思うんで、うん、ぜひチャンネル登録はよろしくお願いします。はい、ということでね、今回はね、この辺で終わりたいと思います。他でね、攻撃とかね、またいろいろと、めちゃくちゃなね、動画いっぱい上げてきますんで、その辺もね、ぜひ見てください。はい、ということで、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。